平原遺跡、悲鳴平原遺跡所在地点平原遺跡は、福岡県糸島市にある、弥生時代の遺跡。曽根遺跡群の一つとして、1982年10月、国の史跡に指定。2000年10月追加指定。平原遺跡、一号母変形内高家門八王郷、糸国歴史博物館展示。平原遺跡は、弥生時代後期から、 晩期の5つの墳糾墓を合わせた名称である。1965年1月、平原遺跡1号墓が偶然発見され、原田第6を中心に学術調査された。1988年から1999年度にかけて、1号墓周辺に調査範囲を広げて、最終的に5期の墳糾墓が発見されている。この遺跡は、 平原歴史公園として、一号墓のみが墳糾墓として、復元管理されている。一号墓からは、直径46.5センチメートルの鏡5面を、含む鏡40面をはじめとして、多数の出土品があり、そのすべてが、福岡県平原法研修公墓出土品の名称で2006年に、国宝に指定された。一号墓は、法研修公墓で、 先竹形木管の埋納が検出されている。その一号母の副装品の中には、日本製と中国製の破砕した同郷片が多数あり、これらの破片は39面分に復元された。1990年の重要文化財指定時の調査の結果、従来4面に復元されていた直径4 6 5トルの大型内甲下門鏡の破片が、 実は5面分の破片の可能性があると指摘された。この大型内向下文京のうち1面が九州国立博物館、4面が糸国歴史博物館に展示されている。同郷の人数は39面分とされていたが、上述の調査結果を踏まえ、2006年の国宝指定時の官報告示では、同郷の人数は40面分となっている。 この数は一つの墳墓から出土した銅鏡の枚数としては日本最多である。この大型内向下門鏡の直径46.5センチメートルの外周は鏡の円周の谷でやたあることからやた鏡と同じ大きさになる。この服装された多数の銅鏡片は人為的に破砕されたものではないと発掘責任者の原田第六は報告している。国宝指定名称は 以下の通り、一号母から出土した大型内高化門橋を、その模様と大きさから、原田第六は、八神と開し、伊勢神宮の八鏡ももともとは、同型の鏡であったのではないか、との説を提示している。伊勢神宮の神谷が表した、神道五部書の一つ、五鎮座殿記に、八神の形は、矢頭花咲八葉型なりとあり、この、 矢頭花咲八葉型なりの図書を持つ、高古遺物は、現在のところ、この、大型内光化門教のみである。一号墓は副葬品の多くが、まがたまやくだたま、耳などの送信具であり、武器類が少ないため、この墓に埋葬された人物は女性であると、考えられている。原田第六はこの平原一号墓の主を玉より姫、命とし、 大昼目高であるという説を提示している。一号墓の東南にある直径約70センチメートルの縦穴を発掘調査した原田第六は流水の存在から井戸として報告していた。この縦穴を前原市報告書は大柱跡として墓から見て東南の日向峠の方角に位置していることからこの大柱跡は 太陽信仰に関係するものとの説を提示している。母校周辺の12本の柱穴の移行について、原田第6は、道鐸や弥生式土器などの絵画に見られる、胸持ち柱を持つ、切り妻作りの倉庫建築の柱の配置に、この柱跡の移行が似ているとして、この母校周辺の12本の柱跡は、緊急関係の建築物の移行と考えられるとしている。 福岡県糸島市有田、平原二番地、平原歴史公園内、毎年、10月20日に、正府神社が、原田第六の説を受けて、大昼目君子との鎮魂祭を行っている。それに前後した日付の10月中旬から下旬にかけて、地元主催の、平原応募祭りが行われている。JR 筑前前原駅、畑駅から、糸島市。 コミュニティバス、ソネグラウンド行き乗車、平原古墳入り口下車2分。ありがとうございます。